こんにちは、星座チャンネル、ハナとアナとアキです。よろしくお願いします。本日も皆様に今のニュースをお届けいたします。本日までのコロナの状況です。最初のニュースで、7月30日午前、表示より言語にある母語だが再開されるとアマティビが報道しました。母語だ、再開しますって、はい、嬉しい。母語に行きたい。嘘でしょ。本当、これは本当の気持ち。前はね、近いですけど、あまりもう違いでしょ。なんか今の方が近いじゃん。いつでも行けるじゃん。ちょっとそう、見えるし、ね、基地の後ろに見るから。あ、すごいいい場所だね。見えるのいいね。満月の日行く、今度の8月3日だっけ、満月。なるほどね。なんか実家帰ってるよ。こんくじゃん。適当すぎる。ミャンマーラジオ&テレビジョン、はい、日本でいう、まあ、NHK みたいな、ちょっと半分国営なんですって、国がねやってるって。次のニュースです。マルベに住友商事三井物産はサイバーストイベント交番会社を設立し、吸入した液が天然ガスを燃料とする火力発送電所を矢後近郊に建設します。平間の方にね、作るんだって。5、6年頃目指してね。この間24日はさ、矢後全体で停電をしたらしいんですが、あれはね、なんかそのシステム障害で、あのネピドの方でも停電してたんですって。だからなんかミャンマーのメインシステムが障害あったんじゃないかっていう風にね。今回のまあシステム障害だけど、これができたらね、きっと停電も少なくなるといいね。田舎の方は、ね、あまり停電はない。私たちの田舎は、ね、そうなの。1日は、ね、毎日1時間、うん、1時間だけ停電する。うん、あ、もうそれは決まってるの。言った停電何ね、うん、そうか、言ったらあまりない。あ、いいね、決まってるとね。うん、今年停電少ない。あまり少ない。ね、そうだよね、あんま多くない。発生し、本当に嫌そうな顔。ヒャゴはね、停電する時はちょっと、ちょっと難しい。暑いからね、うん、なんですか、雰囲気もないから、ね、どうね、風思った。すみません、すみません、ちょっと手はね、遊びたいから。風あんま吹かないね。風は吹いもんよ。リルだよ。風2つあるね。あの涼しい風もあるし、あと体調が悪い時の風もある。体調悪い風。日本語難しいね。今日のニュースは以上です。はい、何について話そうね。前でも正義部がもう2人死んだ。えちょっとレオで電気はちょっとないね。ないで、ちょっと旦那様やってるから、ちょっと水、雨も降るから、下でも水ね、電気もないし、電気もその日は壊れたね。それで電気やる、旦那さん電気やって、下はね、それじゃなく、これじゃないね、そのまま、チャオピア、イングリー、日本語で何、ごめん、
あの石だったので、はい、石だからコンクリート、はい、ビートンちょっと水も入ってるから、うん、蓋にしたあ、それで感電したのか、うん、電ライダー電気で、はいはい、あ、そうそう、電ライダーで孫に死んだでもういい犬ちゃん、うん、ちょっとその犬ちゃんも死んだ、二人も死んだあら、そういう事故が起きちゃったので、ね、ゾガミン山山の下山の下の村かその人、ちょっと会社の人ああ、そのゾガビンの山をマネジメントしているところかはいそうなんだそうかわいそうこれちゃんこれ犬ちゃんもそのまま犬ちゃんも一緒に感電しちゃったちょっとゾガビンのノルの人出してガイドみたいガイドみたいな犬ちゃんえー、夢だったのあ、夢夢そうなんだかわいいかわいそう犬ちゃんまあ、犬にすごい気持ちがね大好きだもんね、犬ちゃんねそう、歌のかなそれは原因は、その電気があの壊れちゃったんだよね、はい、壊れました電気が壊れて、修理してたんだ、はい、修理して、それ水、雨風呂も水入ってるからそれで、ちょっと事故が起きちゃったんだねでも、今それは多いあ、そう、そうだあのミャンマーってコンセント下にないじゃないですか、まあ、ここはちょっと違いますけどうちとか全部上にあるんですよコンセント、うん、まあ別に言っても4階だから関係ないかなと思ったけどまあまあまあ大体そうですねどこ行ってもなんで下にないかって水入ってきた時のためかな危ない危ないね大体だから上にありますね、うん、あれが結構不便でちょっととかここかどっちはか私のアパートが下あ、そうなんだ水もいつもありますよ、ちょっと気をつけてねそうあれ、まだ何回今5回あ、まあ、じゃあ大丈夫だけどもし1回だった場合ね危ないね、それでコンセントね、はい、危ない気をつけないとねミャンマー結構その感電事故がいっぱいあって、うん、あの外電線だね、はい、電線がたまにこう折れてね それで亡くなっている人とかも結構いるって聞いたんだけど前で、ね、聞こえましたどこの田舎かなとお父さんから、ね、言った電話して雨降るで猛暑日でデンデンとかあの雷だねあ雷やってそれで電話するね電話するでそれは浸透しないあ落ちちゃった、うん、落ちちゃったインターネットもねオープンソーファーちょっと危ないとみんなが言った雨起きなときねちょっと外で言われるんだあんま関係ないけどねまあそう信じてる人多い今そうだねだからヤンゴンでも普通に事故があるから結構気をつけなきゃいけないねこの浮きは火事とかちょいちょいあるじゃないですか、ね、あのダウンタウンだったりサチャンだったりでそうすると大体漏電、うん、電気が漏れてっていう、そういう火事になっちゃうっていうのが大体の原因ですよね火事じゃない危ない危ない怖い子供頃は私一回あったかえぇー上に行ってそう、こっちに行ったほんとでも私こっちにやけどした、うん、そうなんだそれが私肩にしない危なかったねよなんだって死んでなくてよかったねよかったねよかったその時は花もないよ花はお母さんと一緒ですよかった私ねお母さんの存在でも私はお父さんその時ねコンセントとか全部抜いてから出るそれとも大元のスイッチ切ってから出るそのまんまで出るいやまあブレーカー落としたりするねあブレーカー落とすんだ出てる家出る時はいはいやっていますでもね、夜出るからやってば犬ちゃん出るから、ちょっと怖いから。そうだ、ね、暗いから暗いから。暗いごめん。暗いから、犬ちゃん。ちょっと怖いかなと思って。ハナは、ハナが実家帰ってる間、犬ちゃん預かる。そうだよね。寒いきちょっと忙しい。大変だよね。大変。ね、マスターずっと遊んで、おしこしてずっと私綺麗になったちょっと大変ね自分一人の方はもっといいなとかちょっと料理も朝早く起きて料理も作って犬のために前ね田舎で帰っておじさんの私無理犬ちゃんの
は大丈夫。おじさん、おじさんのは嫌い。大丈夫、私は大丈夫。おじさん、おじさんはあまりね、一緒に住んでないから、ちょっと愛とかないから。あまり女の子はね、おって言わない。ね、何？何で言う？あの、難しいですね。排泄物とか。排泄？長い。長い。ちょっと嫌だ。排泄。うんち、うんちかな。うんち、うんち。うんちの方がいいかな。はちょっと、ちょっと良くないかな。そう、うんち。うんちは可愛いから。話しとれちゃったよね。それでは、本日も動画を見てくれてありがとうございます。面白い方は高評価を、もっと聞きたいなって思ったらチャンネル登録をお願いします。それでは、ハンナとアンナとアキでした。また。